天論は、義の文典が表した、文学論、文学書、前後館、百篇義の明し下の代に、簡易視されたが、廃勝詩の時代はまだ存在していた。その後、太平五乱の引く、太信行清成期によると、天論の石碑は六碑あったが、東信末には四つ存在し二つがなくなっていた。東大に、石本はなくなり、宋大に、写本も散逸した。 現在見ることができるのは、文線に収められた論文ペンだけだが、全三国文は、天略等から、天論を復元し、十九編を収めている。混論山の峰は、地の頭にあたる。ここは、天庭の下界における都なので、弱水という深い川によって、外界と遮られ、炎を吹き出す山に周りを囲まれている。山上に住む鳥獣や草木の類は、 開花園の中で生まれ、成長していく。そこで、ここには、火寒布という布地を算するが、それは、山の草木の川や繊維でか、あるいは、鳥獣の毛で作ったものである。寒の頃、災域から、この布地を献上してきたことがあるが、その後長いこと見られなかった。ところが、儀の初め頃になって、人々は、そのような布が存在しないのではないかと疑問を持った。 文帝は、大体費の性は容赦なく、焼き尽くすものであって、生命の気を残す余地などないはずであると考え、天論でこれがありえないことを論証し、物知りの聞きかじりの知識を否定した。さらに明帝が即位するに及び、参考に対して、先定が表したもた、天論は、普及の格言である。これを石踏みに刻み、霊廟の外及び太学に立て、設計ともに長く、 世に示そうぞと見事のりを下した。ところがそこへ、西域の使者が過感符で作ったさを献上してきたので、石碑に刻まれた天論のこの部分は削り取られることになり、天下の物笑いとなったのであった。ありがとうございます。